今回は、去年長男が誕生しまして、嫁のお母さんから鯉のぼりを買っていただいたので開封レビューします。で、購入先はハロー赤ちゃんで、こういったカタログが届いたんで、このカタログから選びました。ベランダ手すりセットの鯉のぼりで、こういった種類の鯉のぼりがあるんですが、でデザイン的にはこれがいいなと思いまして、これで喜びの 1.2m ベランダ手すりセット、価格が 51,600 円です。で、黒鯉が 1.2m、 赤鯉が 0.9、 青鯉が 0.9 のセットになります。で、鯉のぼりの方が届きました。では早速開けてみます。あと、これが鯉のぼり本体ですね。はい、開けます。おお、すごい、こんな感じで入ってました。結構部品点数が多いですね。で、鯉のぼりがこのように3つあって、あと一番上に飾る、竜のやつが入ってました。で、撥水加工されているようです。こういった一番上に飾るやつで、あとロープとか、あとこれは、ベランダに固定する鯉のぼりなんで、こういった金具が入ってました。あと、紐と、支柱が入ってました。あと、取扱説明書ですね。では早速組み立てていきたいと思います。で、まずこの棒ですね。4段階に伸びまして 1.9 メートルの長さになりました。この一番上の飾りを開けてみます。軽い感じです。で、回転球組み立て、で、この留め具をまず折ります。で、この回転球の裏に差し込みます。これで回転球が動かなくなるんですね。で、こんな感じで回ります。あと、これにこれを差し込みまして、この付属の、ボルトで留めます。これで、止まりました。で、回りますね。いい感じです。あと、これにこれをつけます。こういう形で差し込んで、あとこういう形で入れまして、こういう形で通し、ボルトを通して、内側も同様で通して入れて、ボルトを通して、
で上の飾りは完成しました。ポールのところに差し込むんですが、ちょっとこれを滑車を緩めて、ここの下に下げまして、でこれで形状を見えます。で穴の位置があるんで、あとはネジで止めます。この滑車をまた止めますと。あとは、このロープを通します。あと端っこはとりあえずこういった形で結びますと。あとは、この鯉のぼりをとりあえず取り付けていきます。はい、こんな感じのものが入ってました。2番目の、黒の、鯉のぼりです。おお、これはちゃんとした鯉の形をしている感じですね。で紐は、こんな感じで黒い紐がついてます。あとこの赤い鯉のぼりですね。はい、こんな感じの長さの鯉のぼりです。あと最後、青い鯉のぼり。はい、こんな感じの鯉のぼりが入ってました。で取り付けるスナップは、これに入ってます。で、これが、取り付け用の、スナップです。で結び方は、このように説明があります。黒の鯉のぼり、4匹をこんな感じでスナップに結びました。でまず一番上の竜のやつ取り付けます。こうですね、このスナップは、簡単ですよね。こんな感じで取り付きます。この間隔は30センチ間隔なんで、これが30センチ定規なんで、これで、取り付けます。で次に黒の鯉のぼり、あと最後の青の鯉のぼりです。はい、とりあえずこれで4匹取り付けました。でベランダ用は、こういった金具と、取り付けチューブ、ボルトの大中小とありまして、工具が入ってました。では、これをベランダに取り付けます。でこの取り付けチューブをこの長さに合わせてカットします。あとは取り付けチューブをここに通しまして、でもう一個のボルトも通して取り付けチューブを通します。で上の方はベランダに傷がつくんで取り付けチューブしましたが、下の方は特に
干渉しないんで取り付けチューブせずに、つけたいと思います。あとは付属の工具でガッチリ締めていきます。はい、こんな感じで、金具を取り付けました。あとは、鯉のぼりを取り付けます。でこんな感じでベランダに固定しまして、こういった形で取り付けました。で紐の方はこういう形で結びまして、こういう形で設置しました。下から見ると、こんな感じで泳いでます。今回はハロー赤ちゃんの鯉のぼりを開封レビューしてみました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。